ジャガー R2 は、ジャガーレーシングが2001年の F1 世界選手権3専用に開発し投入したフォーミュラワンカー。前年の R1 の不振により、テクニカルディレクターのゲイリー・アンダーソンが解任され、2000年末に加入したスティーブ・ニコルズが後を受け継いだ。ドライバーは、チーム2年目になるエディアー・バインと2000年、 オーストリアグランプリでアーバインの代役を務めたルジアーノ・ブルティがドライブした。しかしながら、ブルティは4戦を走ったのみで、ペドロデラロサと交代した。整備中の R2 ジャガーチームにとって、デビューイヤーの2000年シーズンは4ポイントしか獲得できず、2001年シーズンは強化の年となった。R2 は前年の R1 よりも保守的な設計となり、信頼性も向上した。 モナコ GP では、アーバインが、チーム初の3位表彰台を獲得。これを含め4戦で入賞し、最終的に9ポイントを得て、コンストラクターズランキング8位でシーズンを終えた。チームは契約関係でシーズン中の注目を集める、こととなった。マクラーレンのテクニカルディレクター、エイドリアン・ニューウェイがチームとの契約を交わしたが、すぐに本位し、移籍を取りやめることとなった。 この契約は、ジャガーのチーム代表であった、ボビー・レイ・ホールが取り決めたものであった。また、アーバインをジョーダンに譲るという契約も失敗に終わり、レイ・ホールはチームを離脱することとなる。公認のチーム代表には、ニキラウダが着任した。ありがとうございます。